おはようございます。こんにちは。こんばんは。俊平太と申します。今回は7月1日から再オープンが決まったディズニーランドのチケットの争奪戦に関する、攻略法というか小技になります。前回発売した時はアクセス負荷で全然アクセスできずに購入できなかったって人も多かったと思います。ただ、少しテクニックを使うことによって買いやすくなる方法があります。実際に見ていただいた方が早いと思うので、実際の作業をご覧ください。ではどうぞ。ではまず PC 側の作業をします。ディズニーチケットと Google で検索してください。そうすると一番上に公式ディズニー e チケット東京ディズニーリゾートというページが出てくるので、こちらをクリックします。右上にオンラインで今すぐ購入というオレンジ色のボタンがあるので、こちらをクリックしてください。今回は右クリックで新しいタブを選択していますが、特にそれをしなくても勝手に新しいタブで開いてくれます。このページになったら真ん中上にあるログインユーザー登録ボタンをクリックします。この時も新しいタブで開いています。ここで必ず一番最初にログインを行ってください。新規ユーザー登録をされてない方は必ずユーザー登録を済ませてからチケット争奪戦に挑んでください。で、今回 Google Chrome を使っているんですが、Google Chrome を使っている理由は後で説明しましょう。問題なくログインできている場合は上にログアウトボタンが表示されています。こちらのページは閉じてしまって大丈夫です。こちらを更新すると問題なくログアウトボタンが出ているので、ログインが成功しているということです。そしたら一番最初のディズニー公式サイトに戻ってください。オンラインで今すぐ購入ボタンを押すと新しいタブの方に移行してしまうので、 Mac ならコマンドを押しながら、 Windows ならコントロールキーを押しながらクリックを押してください。この画面になったら自分の行きたい曜日とか行きたい日数を選んで、受け取り方法を選択しないまま次のタブへ移動します。そしたらこちらも同様にパークで遊ぶ日数と自分の行きたい日付ですね、こちらを選択してまた次のタブへ移動します。この作業を繰り返していきます。この作業が終わったら、また新しくオンラインで今すぐ購入のタブを5つぐらい量産します。多くても1回に5個から10個ぐらいまでにしておいた方がいいと思います。そして同じようにタブを開いたら、同じ作業を繰り返していくだけになります。発売開始されたら受け取り方法を選択します。受け取り方法は自分の選択したいもので構いません。で、次にチケットを選ぶが出てくるので、これも同様に自分の欲しいチケットを選択しましょう。この後に自分の行きたいパークなどを選択する項目が出てきます。あとはタブを切り替えて同じように受け取り方法を選択していきます。この時にシフトを押しながらタブをクリックするとタブが移動できます。この後の作業は指示通りに進めば OK です。ただ混雑時にはエラー画面が表示されることもあるので、エラー画面が表示されたらまた使えるページに戻ってください。ここからは途中参戦または使えるタブがなくなった場合の作業になります。ディズニー e チケットのページを開いて、オンラインで今すぐ購入ボタンを Mac の方はコマンドを押しながら、 Windows の方はコントロールを押しながらクリックして5つぐらい開きます。この時に1秒間に10個以上開いてしまうとアクセス禁止になってしまうので注意しましょう。そしたら上のアイコンに注目してください。白バックのシンデレラ城のアイコンの場合は読み込めている、もしくはレイアウトがずれて読み込めている場合、レイアウトがずれている場合に関してはページ操作ができないので読み込みエラーなので、そのページは消してしまって OK です。投下されているシンデレラ城の場合はこちらもエラーページなので、こちらも消して OK です。エラーページの場合はコマンドもしくはコントロールプラス W を押してそのタブを閉じてください。この作業はいかにショートカットを使って早く作業できるかが重要になってきます。読み込めるページがあったらパークに行きたい日数、そして日付を選択して受け取り方法を選択します。
後の作業は手順に従って進めていけば OK です。ここからはスマートフォン用の作業になります。ディズニーチケットと Google で検索してください。そうすると一番上に公式ディズニー e チケット東京ディズニーリゾートというページが出てくるので、こちらを表示させます。一番右上にあるオンラインで今すぐ購入というオレンジ色のボタンを押します。そして左上のメニューからログイン・ユーザー登録をクリックします。メールアドレスとパスワードを入れてログインをしてください。必ず購入前にこのログイン手続きっていうのは進めてください。ログインできたら一番最初の e チケットのページに戻ります。発売開始前でアクセス集中がされてない場合は上のオンラインで今すぐ購入というタブを開きます。パークチケット、パークで遊ぶ日数を選ぶページになります。そして日付を選んで受け取り方法になったらこのページでストップさせておきます。このページをいくつか量産しておくといいです。発売開始になったらスマートフォンに表示、もしくは自宅へ郵送、どちらかを選択してページを進めていきます。ここからは途中参戦、もしくは使えるタブがなくなってしまった場合の作業方法になります。オンラインで今すぐ購入のボタンを長押しするとページプレビューを見ることができます。この機能は iPhone6s 以降の端末、もしくは対応した Android 端末でしか使えないので、使えない方はこの方法は諦めてください。プレビュー画面でちゃんと読み込めている場合は完全にページを読み込んでください。エラーメッセージが表示されている場合はメニュー、もしくはこのプレビュー以外のボタンを押すと元の画面に戻ります。このプレビュー作業に関してはページが読み込まれるまで何度も繰り返してページを読み込ませてください。読み込むことができたら通常通り購入画面まで進めてください。途中でエラーが出た場合はまた最初からやり直しです。この時にカートに入れるボタンが表示される場合は絶対にカートに入れるをクリックしないで普通に決済画面まで進めてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回紹介した方法なんですけども、PC に多少詳しければ誰でもできてしまうような作業ですし、思いつくような作業になります。ただあまり詳しくない方だとこういったテクニックを知らずに地道にクリックして新しく開いたページで何回も更新をしたりするっていう方が多いのかなという気がします。アプリを使った方が買いやすいとかそういった方もいらっしゃるんですが、作業効率的には PC またはサファリとかのブラウザを使った方が効率がかなりいいです。で、途中でカートに絶対に入れないでくださいと言っているんですが、カートに入れてしまうと例えばその先のページでエラーが出てしまった場合、カートにはチケットが残っている状態になります。そうするとまたページに進んでカートに入れるとまたチケットが増える。カートに入れられるチケットの枚数は確か5枚までって決まってたはずなので、その先で必ずエラーが出てしまうんですね。なのでカートには絶対に入れないで決済画面へ進むようにしてください。そうすると例えば途中でエラーメッセージが出て最初からやり直した場合でも次にエラーが出ることはなくなります。カートに入れたことによって、エラーが出たりですね、カートを表示してからまた購入手続きに進まなければいけないので、ページをまた1ページ挟まなければいけないっていう作業をスキップできます。この動画少しでも参考になったり面白かったりしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。その他にね、こういった方が買いやすいとかあればコメント欄、そして質問もあればコメント欄にコメントいただければと思います。では皆さん、ディズニーランドのチケットが買えればいいですね。ではまた。